はい、こんにちは、銀座の江藤です。今回はスターウォーズのスターシップ&ビーグルコレクションの12から17を一気見したいと思います。12の方は AT-ST ウォーカーです。13が A ウィングスタイファイター、14がケタンナ、15は Y ウィングのスタイファイター、16はアナキンのジェダイインターセプターです。17はカイロレンのコマンドシャトルです。そして何号か続けてこちらの組み替えられるディスプレイラックの紹介が入っておりました。まあ価格はまあそんなに高くはないんではないかなというふうに思います。はい、それでは実際にフィギュアの方を見ていきたいと思います。まずは12の AT-ST ウォーカーです。まあエンドアの戦いで活躍するものになってます。まあ個人的には AT-AT よりは好きですね。まあ小回りも効くし、まあ可愛いし、まあ CG じゃない感がいいですよね。エピソードね、最初の方に出てくるから。で、鳥のようなこの形、フォルム、かっこいいですよね。かなりリアルで、すごいいい感じです。結構細部までこだわって、窓の穴なんかも開いてるんで、ね、かなりいい感じだと思います。まあ見ての通り、土台の方は備え付けのタイプになります。やっぱりパーツが細かいんで、まあ取り外しがね、多分難しかったんだと思います。きっちり付いてるんで、逆にいいんじゃないかなっていうね感じです。すごいリアルですよね。本当今にも動きそうな。まあ細部の方は後で全体一緒に見ていきたいと思います。はい、次は、13の A ウィング。スターファイターです。フォルムなんか細部は再現されていますが、まあ、どうですかね、ちょっと赤い部分の塗装が今一つこうリアリティを感じないというか、まあ、色味なんですか、ちょっと安っぽい感じもします。こちらも土台がありますので土台の方にセットしたいと思います。フォルムとかね、形はかっこいいんですけどね。ちょっとこの赤いとこの色味が、なんかわざとらしさも感じます。はい、続きまして14、ケタンナですね。まあこちらに関しては、ちょっとまあ映像で見比べても質感とかサイズ、なんか色味がちょっと違うのかなっていうふうには感じますね。まあこれはちょっとね、クレーム言わせていただいたんですが、まあちょっと最上部、デッキの部分ですね、最先端、先端の部分の柱の削りなんかがちょっと甘くて、まあ、交換依頼をしましたが、まあ、結局同じようなものが届いたんで、まあ、これはまあこんなもんかなって言って納得するしかないなっていうには感じましたけどね。はい、続きまして15、Y ウィングスターファイターですね。まあ、A ウィングより人気があるんではないかなっていうには思います。まあ、結構ね、回線とかも多く、パーツがかなり細かかったので、よくこの値段で抑えてできたなというのは感じましたね。まあ、これも立てるのがあるんで、ちょっと立てておきたいと思います。結構かっこいいですね。はい、続きまして16はアナキンのジェダイインターセプターですね。まあ本当かっこいいですね。この機体好きなんですよね。まあ、クローンウォーズのアニメにもよく出てきますし、まあ、R2 とのコンビもいいですけど、なかなかかっこいいですね。細部まで、この窓の質感なんかもかなりいい感じじゃないかなと思います。これも立てておきます。ただね、こうやって振ってわかると思うんですけど、正面のね、この八角形のところの窓が、パーツが取れてるんですよね。で、中でカラ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 鳴ってるんで、まあこの辺はちょっとね、改善してほしいですけどね。はい、最後17はカイロレンのコマンドシャトルです。まあね、これもいろんなフィギュア出てるんですけどね、まあ、まあ、そもそも、まあ、デザインがあんまりかっこよくないというか、ダサいというか、まあだからあまりかっこいいね、機体を見たことないんですけど、まあ、はい、以上ですね。まあ、それでは実際に全部揃いましたので、まあ、フィギュアの細部の方まで確認したいと思います。やっぱりこうやって並べてみるとね、かっこいいですよね。なんか、今までのやつも全部並べてちょっと観察したいですね。か
かなりリアルなんで。それでは細部の方見ていきたいと思います。Thank you.
はい、スターウォーズスターシップ&ビーグルコレクション、12から17を一気見していきました、いかがだったでしょうか、素晴らしく、まあ、細部のこだわりをね再現しているんですけども、まあ、逆に言うと、まあ、ちょっと粗さが目立つのではないかなというふうには思います。まあ、この色をつけるね担当の方のクオリティが均一化されればもっと手元に届く品物も品質が上がるのではないかなというふうには思います。まあできれば80号まで完走したいので、ね、まあ頑張ってほしいなというふうには思います。はい、今回の動画は以上になっております。ご視聴ありがとうございました。